澤あの記録よりは40秒遅いという状況の通過タイムです。映像2号車に変わります。そのわずかの矢沢から400m を抜いスパークリングセール2日朝10時スタート。スパークリングセール第87回箱根駅伝です。はいですよ、ジャンル違えどシェフですから、うるさくなくちゃ。近くまで来たから、あ、吹きこぼれそう。ピピットコンロは吹きこぼれて火が消えて字が繋いでいるんだ。三菱地所グループ早稲田の矢沢洋は今回の大会に向けてこう言っています。他の大学を圧倒する走り、1対1の優展開、山梨、そして駒澤、この2人での